サラー・レアンダーは、スウェーデン出身の歌手、女優である、カール・スタードで生まれ、最初の結婚後の1929年に、歌手デビューを果たす。1931年には、映画デビューの傍ら、舞台、メリー・ウィドー主演で注目を集めた。1936年9月に、ウィーンのアンデア・ウィーン劇場において、ラルフ・ベナツキーの、ミュージカルコメディー、アクセル。 天国の扉の前でに出演し、大成功を収める。それがきっかけで、帝国映画院副総裁、ハンス・バイ・レマンと映画監督カール・フレイリッヒにより、ドイツ映画会進出を持ちかけられた。同年ドイツ最大の映画会社、ウーファと三本の映画出演とシナリオ選択権付けの専属契約を結んだ。ウーファ社は、レアンダーを新たなガルボとして売り出すという目的のもと、 社の総力を挙げた宣伝活動を行っている。デトレフジールク監督の映画、世界の果てに、に主演して、一躍ドイツ映画のトップスターの地位に踊り出る。1943年に一時帰国するが、第二次大戦後は再びドイツでの活動を再開し、主に歌手として70年代まで活動を続けた。ありがとうございます。